これが結局ここ渋谷でね、声をかける、人が少なくなったっていうことも原因なんじゃないかなと思うんですよね。これね、ハトとかそういう生き物っていう、そういうレベルで考えるとね、これ全然上手いと思うんですよね。
マスクね、顔の表情が見えないことによって
子供たち表情を見て情緒を学ぶ機会を奪われております。今その弊害は目に見えません。5年、10年、20年と経った時にどのような弊害があるか、それが取り返しのつくことなのか、取り返しつかないなことなのか、それさえもわからないんです。マスクは大変危険です。マスクを外しましょう。本当にマスクは危険です。感染症対策には一切効果を示せたことがありません。何段か比較化試験において手洗いと混ぜた時に優位性が出たといいますか、手洗い単体でも優位性が出るので、マスク単体でのありがとうございます。マスクの弊害について皆さんに知っていただき、子どもたちから